田大河です。皆さんこんにちは。今日もまた、あ、見てる通りパスタレビューをしたいと思います。イエーイ。ただめっちゃ変なパスタが来たよ。ほんとマジね、何これ。これはカレースパゲッティでございます。あとはエル大盛りのフライドチキンのミートソース。なんだよこれ、これはパスタじゃねえぞってマジで思ったんだけど、ちょっとイタリア人として食べてみたいと思います。食べたくないけどね、実は食べたくないけど、まあいいや、ちょっと頑張ろう今日は。はい、とりあえずカレーの方が好きだからカレーにしよう。でもスパゲッティと一緒のカレーがマジでまずい。ちょっと待って、カレーだけじゃなくてカレーで書いてるんだけど、これがハンバーグカレーかよ。これ何、クロッケ、ハンバーグクロッケ。もうやだよ、パスタと一緒にしないでくださいよっていうか、両方ビッグ大盛りサイズ。これは誰が食べるの、当たり前太るよ。これは診察だ。うわあ、行きます。匂いが強い。あ、うわあ、美味しいかもしれない。それは分かんないけど、これってさ、どこから食べ始まったらいいでしょう。分かんない。先のハンバーグ、カレー、どっち勝る。わ、勝るか。何の味、なんでこのホワイトソースがあるの、これ何、これちょっと嫌だ、これ美味しいかもしれない、美味しいかもしれない。私はカレーが大好き、カレーは大好きんだけど、パスタとちょっともうブラックダウンになっちゃうわ。よし、いただきます。意外と美味しい、意外と美味しいけど、ちょっと待って、なこれクリームだと思う、書いてね。あ、でも麺がね、意外と麺がすっごくいい麺が使ってる、それは意外だった。おー、麺がすごく柔らかくて、ちょっと卵の味するって感じするんだけど、彼が結構意外とすごく強いの味してるし、ちょっと辛い、ちょっと甘い辛さがあるんだけど、まあ、カレー好きな人はもしかして、それ思い出す、今思い出した、カレーうどんに似てる。あー、確かにこれはカレーうどんって考えたら多分いけると思う。そんなに変ではないかもしれない。もう一回いきます。なるほど、カレーうどんクリーミーパスタってな感じします。あ、これはギリギリセーフ、ギリギリセーフ。あ、ちょっと待って、これも今このこれ何、これわかんない、マジで今ちょっといた、クロッケかな、いただきます。クロッケだったね。あー、まあクロッケってさ、別で食べたら、あ、クロッケも食べてるねってな感じするんだけど、晩ご飯の時間だからもう普通にお腹空いてるから美味しいかも、食べてるかもしれない。ダメだ、全然ダメだ。あ、なんか悪くないけどすごく変な感じする。今クロッケとパスタとカレー3つのものを食べてる、一緒、全部ワンプレートで食べてるんですよ。時間がない、でもめっちゃ食べたいだったら、まあ、これ食べてもいいかもしれない。はい、終わりすぎ。これがもっとダメかもしれない。フライドチキンのミートソース、これがねすごくパスタっぽい。確かに麺がすごく薄くて、普通のコンビニでさ、チキンなんとか頼むでしょ、普通にパスタ頼んでチキンマートも頼んで、これがパッて入れて食べるってな感じするはず。これがやばいな。はい、ちょっとこれも温めていきます。これいきます。っていうか、それいきますって言う前にコンビニに行ったら足がもらえました。それわざとだよ、ちょっと意味わかんない、わざ、なんで、ほんとカレーのパスタに買いに行ったら口にフォークもらったんだけど、これ買いに行ったら足、これはジャパニーズピープルってな感じですよね。せーの、
目が痛い。目がすっごく痛いんですよ、この見た目が。もしかして味が美味しいかもしれないけど、マジで見てよ。だってさ、フライドでしょ、フライドと混ざってるのミートソースとスパゲッティだよ。Why Japanese people? Why? なんでチキンがパスタの上にしてるの？ Why? Tell me! マジでマジで教えて。誰が考えたのこれ。なんで、あ、今日はいい天気だね。あ、チキンがパスタの上に乗っきましょうか。そうね。例えば、よくわかんないけど、外国に行ったら、寿司レストランとに行って、よくわからないフィラデルフィアのアボカドスパゲッティのお寿司が出てくると一緒だよ。あ、ふざけてるのって思っちゃう。はい、とりあえず食べてみたい、見たくないと思います。じゃあちょっとせっかくだからチキンも。せーの。やめやめば、やだ。なんでなのマジで。ダメだー、これマジでダメだよ。ダメ、マジでダメ。っていうか、なんでフライドしてるの。特に普通のチキンはまだまだ分かるんだけど、マジでなんでフライドで、このフライドは柔らかいだからもうダメだよ。いやいやいや、あの、すっげえまずいは、まずいではないけど、美味しいではない。まずの前、認められません。っていうことです。あの、これ多分取ったらさ、これ取ったら普通のミートソースとパスタでいいと思うなのに、チキンが入ってる。で、プラスはフライドチキンが入ってるということが、味がマジで変。ほんと、チキンを食べる。今、マクドナルドに行って、でも、イタリア私のお母さんと会って、いや、パスタ食べるって同じ瞬間に同じものを食べるってな感じで、すっげえまずいでしょ。だって、イタリアのマーマのパスタ料理とマクドナルドの料理と一緒に食べるはあかんでしょ。あかんでしょ。あかんでしょ。特にダイエットあかんでしょ、これ。もう多分石口で5キロぐらい太ったかもしれない。今。ちょっと、やっぱりこれだけ今食べてみたいと思いますね。普通。美味しい。美味しい。ちょっとね、味がね、ちょっと薄い気がする。だから、ソースがね、薄い。なぜという薄いのは、当たり前。ミートソースだからな。その味じゃなくて、この味がやばいんですよ。この味がさっきと一緒のコロッケが、なんでー？イタリア語で、なんで ?Why は、ペルケ。ペルケー！ペルケーアメー！ペルケー！ペルケー。なんで？ということで、今回、ちょっと特別なのパスタを食べました。2回ももやりませんって思うんだけど、冗談で、やっぱりイタリア人からすると、パスタを食べるのは一つの味しかないのイメージが多い。例えば、どこに行っても味がすごくしっかりしますね。なかなか例えばミートと魚を一緒にするはあんまりない気がする。っていうか食べたことがない。できればちょっと、自然な感じでピュアな、なんかクリアで食べたいんですよね。いや、トマトソースだったらトマトの味。だからチキンを食べたいだったらチキンを食べに行きなさい。だけで、ね、これはね、日本に住んでから気がついたことなんですけど、いろんなものを食べる。例えばお弁当の中でいろんなものが、ちっちゃいいろんなものが入ってるんですよね。同じプランで、同じディッシュでたくさん違うの食べ物があるんですけど、それはイタリアがない。やっぱりアンティパストプリモセコンドテルスドルチェだけがあるから、しっかり全部分けてる。例えばアンティパストとプリモ一緒に持ってきてください、はぁってな感じになっちゃう。え、うん、はぁ、ありえないぐらい。やっぱりいろんなものを同じ瞬間で食べてみたいな感じした。でももう一つの面白いことが、
日本人は外国に行くと日本のレストランに入るとよくわからない寿司が出てくるんですよね。マヨネーズとかフィラデルフィア、アボカド、トマト、クランベリー、ジューズベリー、アナナス、バナナ全部のなんかぐちゃぐちゃな寿司が出てきて、日本人もはって何これ。やっぱりそういう寿司がサーモンとご飯終わり、それでパッてして食べる。多分イタリアと一緒、トマトソース、そういうもう料理の決まってる、それに関しては一緒。やっぱり外国と日本とかイタリアと日本のちょっとよくわからない料理が面白く出てきましてね。だからイタリア人も面白いパスタを食べたいだったら絶対日本がいいと思います。で、皆さんはどうと思いますか？やっぱりあのこれみたいのちょっとぐちゃぐちゃたくさん食べ物が入ってるのパスタ好きですか？ということで今日は以上です。ありがとうございます。忘れずにコメントしてサブスクライブもしてください。またね。チャオ。チュリアモン。